はい、社長、ただいま戻りました。3日間ご苦労だった。これからも我が社のホープとして励んでくれたまえ。では君たちのアイドルランク報告だ。ランク F にランクアップしたようだな。だがここからはそうは甘くないぞ。どんな困難でもか。その言葉が真実ならとても心強いのだがね。実は君たちに一つの報告というか謝罪すればならないことがあるのだよ。先ほど如月君の後にテレビ出演した子たちの中によく知っている顔を見かけてね。説明するより歌を聴いてもらった方が早いな。ちょっとこれを聴いてくれたまえ。これはミキ？歌っているのは星井ミキですよね、社長。うん。ただし我がナムコプロからではなく黒いプロ所属の新人アイドルとしてだ。黒いプロはうちとは違い大手のプロダクションで、ナムコプロとはライバルに当たる。そういうことになる。この件についてニヒ君からも黒いプロから事前に連絡はなかった。黒いプロのやったことは明確にルール違反だ。だが私にも責任はある。ことを荒立てる気はないが、ニヒ君には今後は別事務所のライバルとして接してくれたまえ。私の不徳から君たちを動揺させるような事態になってしまい本当にすまない。意外です。ミキは常識を知らないところがありますが、理由なくそんなことをする子では。ミキの移籍の理由、社長には思い当たることがないんですか？それはだね。
プロデューサーのせい？どういうことですか？君だけのせいではないよ。私がミヒコを怒らせたことが最大の失策だったんだ。二人ともそんなに落ち込まないでください。別に私は責任の追及をしたかったわけでは。そうかもしれないが、すまない。今は私も混乱していてよくわからないんだ。今私に言えるのは、プロジェクトフェアリーの一員となったミヒ君は、今後強力なライバルとして君たちの前に立ちふさがるだろう、ということだけだ。プロジェクトフェアリーとは、黒井プロの黒井社長自らが手掛けるアイドルの一大プロジェクトだ。これに属する子は大々的に売り出されることになるだろう。黒井プロの途方もない財力のバックアップを受けてね。それが黒井社長のやり方だからな。ミキが強力なライバル。いえ、驚きはしましたが、特にショックというほどではありません。同じ事務所にいてもアイドルを続ける以上、いつかはライバルになるわけですし。君たちにミヒ君と戦う覚悟があるのなら、アイドルランクを上げて行きたまえ。そしてアイドルアルティメイト優勝を目指すのだ。そうだ、年に一度だけ開かれ、真のトップアイドルが誰なのかを決める番組、それがアイドルアルティメイトだよ。番組の予選は数回に分けて行われる。予選に勝てばアイドルランクも上昇するぞ。そしてランク A まで上り詰めた者だけが番組内で行われる本戦に参加できるのだ。アイドルアルティメイトの優勝者はたった一人。もし途中の予選や本戦で敗退すれば。敗退すればどうなるのですか？敗者の汚名だけが残る。大抵はそのまま引退というケースが多いな。望むところです。歌でトップに立てないのなら、その程度の力しか私にないのなら、私の存在など歌の歴史から消えてしまった方がいい。けれどそうはなりません。至高の座必ず掴み取ってみせます。道は険しくても、この手で必ず。はい、約束です。プロデューサー、共に行きましょう。誰も到達したことのない高みへ。その意気だ。いずれ黒いプロのアイドルたちとオーディションで会うこともあるだろう。だが君たちの勝利を私は信じている。君たちとファンとで伝説を作ってくれたまえ。ピラミッドの頂点ですね。ミキ君はこんなことになって君にも迷惑をかけるね。申し訳なく思うよ。そうか、君たちはそれでいい。だがミキ君は
族アイドルの前で社長の私が取り乱すわけにはいかなかったのでな。さっきはなるべく冷静に振る舞ったつもりだったが、本当のところはかなり動揺しているんだ。私のせいでミキコが不幸になるかもしれないと思うと、いても立ってもいられない。実は黒いプロは何かと問題の多い事務所でね、私はよく知っているんだよ。それだけにミキコがひどい目に遭わされないか心配でたまらないんだ。私の手でミキコを救い出そうにも、彼女は私からの電話に出てくれないし、家に行ってもイルスを使われる始末だ。誰か私の代わりにミキコを説得してくれればいいのに。黒いプロの動向を探り、檻を見てナムコプロに戻るよう話してくれるだけでいいのにな。おお、君がやってくれるのかね。一度やると言っておいて引っ込めるとは往生際が悪いぞ君。ミヒ君は黒いプロでひどい扱いを受けてもいいというのかね。だったらやりたまえ。ミヒ君がナムコプロに戻るよう説得すること、これは業務命令だ。やるだけやってみてくれたまえ。頼む、君にしか頼めんのだ。黒い懲りない男だな、私も人のことは言えないかもしれないが。ん？おお、聞いていると思う。では我が事務所のため、ミヒ君のため、よろしく頼むよ。どうですか？もうナムコプロには慣れましたか？いよいよ本格的に活動開始をされると聞いてお手伝いに来ちゃいました。ボタンでスキップせずによく聞いていてくださいね。さて、まずはランク F へのランクアップ、おめでとうございます。でもここから先は2つの条件を満たさなければランクアップすることができないんです。1つ目の条件は、各アイドルランクごとに設定されているファン数を獲得すること。そして2つ目の条件は、各アイドルランクごとに用意されたアイドルアルティメイト予選に合格することです。この2つの条件をランクアップの期限、つまりランクアップリミットまでにクリアしてください。リミットまでに2つの条件を必ず満たさないと活動停止となりますから、気をつけてください。リミットまでの残り活動集は毎朝表示されますから、明日から確認してくださいね。それじゃ、今日はお疲れ様でした。おやすみなさい。